早速この京都日本フェスティバル2018に関わる皆様をお呼びいたしたいと思います。どうぞ皆様ステージまでご登壇ください。京都市長門川大作様、北日本南部ブース橘重徳様、京都吉兆三代目総料理長徳岡邦夫様、乃木坂46秋元真夏様、乃木坂46桜井玲香様、乃木坂46若槻由美様、加藤家元、池の坊次期家元、池の坊千光様、株式会社ニトロプラス代表取締役社長兼刀剣乱舞オンライン原作プロデューサー保坂隆樹様と大きい幸之助さんです。そして株式会社フジテレビジョン目覚ましテレビチーフプロデューサー渡辺隆様、皆さんこんにちは。京都市長の門川大作です。京都日本フェスティバル、今年もさらに魅力を増して開催されます。京都が誇る伝統文化、さらに現代アート、そして国内外で評価が高まる食文化、それらをコラボして新しい取り組みが次々と企画されております。今からワクワクいたしております。どうぞ皆さん京都にお越しいただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは乃木坂46のお三方にもお話を伺っていきたいと思います。まず秋元さん、はい、京都という街の印象みたいなものは何かございますか？そうですね、個人的にも京都がすごく好きで、はい、旅行とかにプライベートで行ったりもするんですけど、そこでも歴史と文化がすごくいろんなものがあったりとか、昔から大切にされているものがいっぱいあるなっていうのをすごく実感したので、まあ、そういうものを皆さんにたくさん教えていただきつつ、私たちもそれを吸収して、私たちなりに私たちの世代だったりとか、その、ま、もっと若い世代にちゃんと伝えていけるように、また新しい形のものが生まれたらいいなと思います。そうですね、まあはい、秋元さんにももちろん京都を楽しんでもっともっと魅力をしていただきたいですけれども、それをぜひファンの方々を含め多くの方に発信していただきたいと思いますので、誰よりもこの京都日本フェスティバル楽しんでください。はい、楽しませてもらってよろしくお願いします。ありがとうございます。若槻さんにお話を伺ってもよろしいでしょうか？はい、はい、今回のテーマ、ポップと挑戦ということなんですけれども、若槻さん、このテーマについてはどうですか？はい、そうですね、今現在の現状ではこういろいろと自分の頭の中でバラバラとしているものをこれから組み立てていきたいなっていう思いなので、具体的なものはまだ述べられないんですけど、アイドルというもの自体が毎日いろいろ新しいことをしていかなきゃいけないっていう挑戦な日々でもあったりとか、あとはポップっていうものもさまざまな形があるんですけど、私たちは音楽というものだったりとかダンスだったり、いろいろのなんかパフォーマンスの中でポップを生み出していくっていうことを日頃しているので、そういうものがこうアートとかそういう方向でまた新しい形で出せたらいいかなとも思っていますし、こう新しいものを新しいものをって今探しがちなんですけど、逆にこうしてこの日本が伝統的に大事にしてきた文化をたくさんのプロの方に教えていただいて、それを組み合わせていいものを作れたらいいかなと思っています。なるほど、新しいものはもちろんですけれども、この伝統からも何か学んで、はい、そこからもまた挑戦する何かを
張り付けていくと。そうですね、はい。乃木坂46は本当に挑戦をされているアイドルグループですので、この京都日本フェスティバルならではのポップと挑戦期待しております。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、その乃木坂46と京都日本フェスティバルのコラボレーションということなんですが、桜井さん、はい、どんなコラボレーションか教えていただいてもいいですか。今回はその何でしょう、料理の方であったり、はい、あとは現代アートでのコラボだったり、私は池の坊さんとご一緒させていただいて、華道という形でコラボレーションさせていただくんですけれども、学生の時に華道部を私やっていて、はい、そうなんですね。そうなんです、はい、全然レベル的には初心者同然なんですけれども、なかなかこう普段アイドルをやっている中で華道を習っていたっていうのを披露する場面ってなかなかなかったの で、ね、今回こういう形でまさかの池の坊さんとご一緒なので、まかなりレベルが上がってしまった感じはあるんですけれども、いろんなことを学びつつ、今日も会場にたくさんいろんな作品がすでに置かれていて、これからどういう作品を作っていくのかは相談先生とご一緒で相談させていただくんですけど、なんとなくこういうのがやりたいなっていうイメージはたくさん膨らんでいるので、楽しんで作っていきたいなと思っています。でもそうですよね、例えばダンスとか歌のソロパートというのはありましても、ステージで生け花をいけるなんてことはね、なかなかいくら乃木坂46でもそういったパフォーマンスは難しいですもんね。では、桜井さんの新たな魅力をファンの方に知っていただく機会にもなりますし、はい、これを機にまた生け花を、そうです、はい、楽しむといういいスタートになったらいいなと思います。では作品の方も楽しみにしております。ありがとうございました。